今日は、スティック回しについて解説したいと思います。基本、スティック回しなんですけど、まあ人にもよります。僕は、人差し指を軸にしてやってますね。で、結構奥の方に入れてこう回すと安定しやすいんで、左手で回す場合は、手のひらを見えるようにした場合に、反時計回り。で、右手の場合は時計回りで回すと、回しやすいと思います。で、逆の回し方もあるんですけどね、こっちは結構難易度グッと上がります。で、こういう感じですね。こんな感じです。で、左だと反時計回り、こんな感じです。ほんで、逆の場合もこんな感じですね。なんでもで、これはもうかなり難易度高いです。まずはこのさっき言った、右手が時計回り、で、左手が反時計回り。で、練習すればいいんじゃないかと思います。で、回す時の、注意点といいますか、コツなんですけど、あくまでこう観客側から見た時に、かっこいい感じにやっぱ見えたいんで、基本的には、自分が、回してるときに手のひらが自分に見えるように回すと、観客側から見たときに、こうね、丸でこう横側からこうちょっとこう映してくれる。ごめん。手のひらを自分に映したときに、正面からこう観客席側から見たら、こういうふうに綺麗に丸に見えます。逆に見えへんようにこう横側からやっちゃうと、ちょっと不格好なんですよね。こんな感じで。なんで、手のひらを自分に見えるようにして回す。で、なるべくこう上げた方がやっぱりかっこいいですね。せっかく回してるんやから、見てくれみたいな感じでね、こうやった方がいいと思います。で、まあ使い方なんですけど、まあいろいろありますね。例えばドラムがこう何も鳴ってない時にこうぐるぐる回すのでもいいですし、で、その先ですね、その先にこうクラッシュがあったりしたら、なんかこんな感じでやってもらうのもありですし、まあリズムに応用するのでもありますね。そうですね、シンバルにこう回した後にシンバル行く場合なんですけど、回してからスティックをこう持つ練習ですね。このままなんかこういってたらちょっとかっこ悪いんで、この練習をしてください。一周回して受ける。これですね。で、一周回して受け入れたら、ぐるぐるぐると回して、自分が掴みたいなって思ったタイミングで掴んでやる。この練習もちょっと必要かなとなってきます。で、まあよくあるのはなんかこう足を出て、リズムやったら、裏打ちありますよね。ここでこう応用するとこんな感じになります。ウッチータッチっていうのは基本こう、何ですかね、両手でこう叩くと思うんですけど、これを片手でこう処理してやって、余った腕の方で回してやると、そうするとこんな感じになります。ワン、ツー、スリー、フォーみたいなね、こんな感じですね。で、これを、交互にやったりすると結構かっこいいんですよ。ちょっと一回やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じですね。ゆっくりやると、ずれました。まあいろんな応用法があるんで、自分なりに、どうやってこうスティックを回すポイントを作ってやるかっていうのをね、研究しながらやっていったらいいんじゃないかと思います。はい、以上、スティックの、回し方応用でした。では。